はい皆様ごきげんようチューリリップリンセスです今日も私の美粛女コーデをご紹介したいと思います。今日は王子と一緒にまたお出かけしましたのでカップルコーディネートをご紹介したいと思います。え今日はこんな感じのピンクのボタニカル柄のシアアワンピースにしてみました、えっと。こちらを選んだ理由としましてはまた王子のコーディネートに合わせてみました。 え今日は王子は、えっと、ポロシャツですね。ポール・スミスの黒いワンポイントの入ったポロシャツと、え下は細身のえグレーのちょっときちんと感のあるパンツを合わせて履いていました。黒×グレーのとてもシックなコーディネートでした。なので私はそちらに合わせたいなというふうに思いました。 王子がとてもシックなコーディネートなので、私はちょっとパッと目を引くような華やかなお色のものにしたいなと思いました。なので、最初はちょっと赤を持ってこようかなと思って、またチェリーピンクとバーガンディのような、あのー、そういう色のニット、ノースリーブニットです,ですとか、そういうのも色々検討したんですけれども、 なかなかちょっとこうねあのしっくりこない感じがあって結局安定のピンクのワンピースにしましたこちらのピンクのワンピースはカールパークレーンの、えっと、ちょっとシアー素材のワンピースなので8月にもぴったりかなと思いましたこちらの裾の部分が少しシアー状になっていますよね こんな風にお生地が二重に重ねてあって少し裾の部分が透け感があるので涼しそうです。こちらにえ爽やかな、えー、とボタニカル柄ですね。ちょっとお花のボタニカル柄が施されていてあのとってもあの上品なピンクの花柄のワンピースだと思います。そしてあの少しあのきちんとした感じもあるので王子の割と今日はちゃんとした感じの え服装にも合っていいいたんじゃないかなかと思います。そして王子はあはとてもシンプルでシックなあの黒とグレーの装いでしたのでえ黒グレーにはやはりね赤ももちろん合いますけれどもピンクも合いますなのでえ私のえこちらのソフトピンクですねソフトピンクのえ上品なワンピースに、えー、と花柄が入っていて そちらがッパッと映えるようにししてみましたなのでえ今日は幼児のえグレーブラックコーディネートにえ私のえソフトピンクですね結構ね得意な感じの割となんかこういうの何回かやったかもしれないんですけれども結構黒にピンクを合わせたりとかグレーにピンクを合わせるのが私は好きなので今日もねえっ、ー、とブラックピンク コーディネートグレーーーピンクカップルコーディネートとなりましたはいえー、とではね後ほどちょっとそのこちらの王子のコーディネートを見て私がこのようなコーディネートにしましたよというのがよくわかるように王子のコーディネートもまた個別にねご紹介したいと思います。ええっっとと足元はは今日の、えっと、のライトベージュの ね、こちらももう間違いなくねワンピースには本当にしっくりくるリボンパンプスで合わせてみました今日はちょっとねあのデパートとかにもねまた行ったので、まあ、デパートとかにもねあの違和感なくしっくりはまるようなスタイルなんじゃないかなと思います今日はねあのお気に入りの美味しい 京都のお店があるんですけれどもそちらでねとっても美味しいお気に入りの鯛茶漬けを2人でいただいてきました、ね、そ,れでそれでその後でねあのちょっとラウンジによってねリニューアルしてきれいになっていて嬉しかったですはい、えー、それでは、えー、こんな感じで私の、えー、と今日の、えー、とデパートでのデートのコーディネートをご紹介いたしました、えー、続きましてえっ、ー、と王子の えっと、シックな、えー、グレーとブラックのポロシャツコーディネートのご紹介に参りたいと思います。こちらの、えー、私のコーディネートと合わせてご参考になさってみてください。それではまたありがとうございました。チューリップリンセスでした。